シワ中央駅は、岩手県シワ郡シワ町シワ中央駅前一丁目に、ある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。シワ中央駅が所在するシワ町に最も古くから、ある駅は、隣のひずめ駅であったが、シワ町の合併元の一つであるひずめ町の中心街からは、離れた場所に所在していた。町では長らく新駅の開設を念願としており、 周辺の町づくり計画とともに西岸駅として、当駅を設置することにした。西岸駅の設置費用は、地元負担が原則であるが、公費の投入には法的な制限もあることから寄付を募ることになり、目標の2億7000万円をほぼ達成する2億6800万円が集まった。1998年3月14日に開業し、駅名は、 町内3。駅の中間に位置し、国道4号396号東北自動車道が通る。町内の交通の要衝に位置することにちなんで名付けられた。当初はプレハブ駅舎で営業を開始し、林野町の補助事業が認められたことにより、2001年11月12日に木造平屋建ての駅舎が完成した。ただし、正式には志和中央駅待合施設と称する町の施設であり。 鉄道施設ではない。開業以来無人駅であったが、2018年3月17日から、業務委託駅として、切符発売窓口が設置された。このため2017年12月11日から、窓口開設のための改良工事が行われた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 森岡駅管理の JR 東日本東北、総合サービス委託の業務委託駅、簡易自動券売機設置。2018年3月17日に、業務委託駅として、緑の窓口が設置された。木造平屋建ての駅舎は、正式には、市は中央駅待合施設と称する、町の施設であり、建設にはすべて、町産の木材が使われた。 設計は佐川建築研究所の佐川朝日で、建設作業は地元の業者が担当した。延べ床面積は279.89平方メートル、総工費8182万円で、地域林業経営確立林業構造改善事業を活用した間伐材利用のモデル施設として建設された。建物の中央に立つ八角形の塔は、 シワ町の合併元の一町八村を表し、塔の両側にある大きく手を広げた形の屋根は、町民と行政の翼を、屋根の勾配は曲屋をイメージした。またシワ町が、統計140度57分、北緯39度28分に位置することから、使われた部材は140、57、39、28にちなんだ寸法が多用されている。 正面から入ると左手に管理人室、トイレギャラリーが、右手に待合室が位置する。改札口付近には森をイメージした12本の栗柱が立ち、床はビー玉の縁取りで蛇行する色分けタイルを敷いてきた上川を表現している。待合室の梁には樹齢120年の赤松が使用され、ベンチや机にも木材が生かされて、木の持ち味が生かされた設計となっている。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1264人で、ある。2013年度、2018年度以降の推移は、以下の通りである。ありがとうございます。